100万年地球の旅バンダーブックは手塚治虫原作のテレビアニメ。1978年8月27日、日本テレビ他で放送の第1回24時間テレビ愛は地球を救う内で10時から12時に放送。1990年までの24時間テレビで恒例となっていたアニメスペシャルの第1弾で国産初のテレビ2時間アニメでもある。 二時間アニメと歌っているが、これはあくまで24時間テレビでの放送時に撮られた枠の長さであり、作品そのものの長さは1時間34分である。静岡県においては、当時日本テレビ系番組の受け皿局となっていた、静岡県民放送でなく、TBS 系列局の静岡放送が本作の放送を行っており、 10時30分から11時25分までの55分版で放送された。アニメで虫プロダクション倒産の浮き目を見、もうアニメはやらないと宣言した手塚を再びアニメに取り組ませた世界初の2時間テレビアニメ。一度きりのオンエアで放送後にビデオやキャラグッズ販売等の副次的収入による予算回収すら考慮されていなかったのにもかかわらず、 劇場用アニメと比較しても遜色のないほどの高いクオリティへと仕上がっている。初回放送時には24時間テレビ内で最高の28%という高視聴率を記録。本作の成功を皮切りに以降も数年にわたって番組内で手塚アニメが放送され続けることとなった。またこの作品が講師となり日生ファミリースペシャルをはじめとする2時間枠の テレフィーチャーアニメが各局で制作されるようになった。手塚は当時多くの漫画作品を手掛けていて多忙を極めていたものの本作には意欲的に取り組んでおり、原案のみならず演出、作画にも手塚の名がクレジットされている。さらには作品前編の絵コンテを切る劇中に挿入される地球の歴史の水彩イラストの原画も手掛けるなどしている。しかし、 当の制作現場ではデスクが失踪。さらには24時間テレビでの放送まで残り1ヶ月を切っていたのにもかかわらず、手塚の原画が入らずに手付け数のシーンが生じるなど現場は多忙のあまりに修羅場溶かしていたという。また手塚も主要キャラクターのデザイン、美術設定、作画すべてのチェックには手が回らなかった。このように制作には 非常に手間をかけたため、スタッフの努力にもかかわらず、24時間テレビでの放送までには、当初の予定通りには仕上がらず、不完全な形のまま放送された。しかし、24時間テレビでの放送後にも手直しが続けられ、日本テレビ系番組のクロスネット局での遅れ放送時や、1978年10月4日19時に10時54分の、 再放送時に完全版がオンエアされている。内容に2001年宇宙の旅、ドラキュラ、ウエストワールド、エクソシストなどの洋画のパロディ要素が見られるほか、主人公らがタイムマシンを駆使して空間座標を固定しつつ、時間軸を追立業して現況の巨大コンピュータライブに侵入し、これを撃破というメインプロットは1982年から1983年まで、 手塚が週刊少年チャンピオンに連載した漫画作品プライムローズとの類似点が見られる。このプライムローズもタイムスリップ1万年プライムローズと題してアニメ化され1983年の24時間テレビで放送されている。人種差別と環境破壊に反対抵抗する駆動博士暗殺のため独裁者相当ビドルは 登場宇宙船ごと爆破を図る。博士夫妻は幼い下の息子を人工島民カプセルで脱出させ、死亡。やがて、惑星、ゾウビにたどり着いた赤ん坊は、王妃、タスカによって、バンダーと名付けられ、我が子として育てられることになる。17年の歳月が流れ、バンダーは、たくましい王子へと成長し、日々の糧を得るため狩りに出ていた。だが、 ゾウビジンの食肉は動物の尻尾に限られ、殺すことはタブーであるのに、地球人であるバンダーは、しばしば勢い余って殺してしまい、不応に咎められていた。しかし一方で、不応は、バンダーに武術の鍛錬を課し、歪んだ進化により、宇宙で最も残忍、冷酷で、争いの絶えない地球の信仰に備える戦士として、育成してもいた。矛盾に悩みながらも、 いつしか疑惑、ミムルと愛し合うようになるバンダーだったが、やがて己の出生の秘密を知り、宇宙海賊ブラック、ジャックのゾ備ビー進行を機に宇宙へ出る。ピンクのウサギのような変身生物、ムズと共に、惑星シリウス8のマリーナ姫を救った後、シャラク博士が恐怖を密閉したカプセルをビドルハイカの毒ダミと奪い合う。成行きからブラックジャックとするが、万年 タイムスリップしたカプセルが地球に落下し恐怖に取りつかれた人類の歴史を目の当たりにする。さらに両親が自分を救おうとして命を落とす瞬間に立ち会い取り乱すが実は兄であったブラックジャックから過去は変えられねえ。だがな未来はいくらだって変えられるんだと叱責され旧敵、相当ビドルに相対しそれもコンピュータマザーの操り人形だったことを知って 最後の戦いへと挑んでいく。2001年11月22日に、パイオニア LDC から他の24時間テレビ放送作品とのセットで収録した4枚組 DVD が24時間テレビスペシャルアニメーション1978から1981のタイトルで発売。翌2002年には、同社から単品 DVD が2009年10月23日には、 同社社名変更後のジェネオンユニバーサルエンターテイメントから連価版の4枚組 DVD が発売された。2015年9月2日にハッピネットから本作他を収録したブルーレイボックスが手塚治虫24時間テレビスペシャルアニメーションブルーレイボックス1978から1981のタイトルで発売された。ありがとうございます。